子供はよく難しいですね。子守しなくてはいけなったら、私は子供と楽しい時間がある方を教えたいです。まず、けん玉ができます。日本の伝統的なおもちゃです。成功するために、玉は小皿と大皿に入れなくてはいけません。または、穴は剣先の上に入れます。できるにくいけど、楽しいです。次に、子供と折り紙ができます。クジラは作りやすいです。まず、半分に折ります。そして、右と左の角は中心に折ります。次に、頂点は下に折ります。また、半分に折って、尾を作ります。終わりました。最後に子供に紙芝居を読んであげます。紙芝居は私の一番好きなアクティビティです。なぜなら可愛くて、いい道徳的は子供に教えます。ここに私は亀について紙芝居を読みます。じゃあ子供はとても楽しんでいます。このアクティビティはいつでもできます。頑張ってください。